大宿区は大阪府大阪市にかつて存在した行政区の一つ。現在の北区の北部にあたる。区役所の跡地は2018年時点では民間の特別養護老人ホームとなっている。警察の管轄は大阪府大宿警察署で消防の管轄は大阪市北消防署だった。1944年に大宿区を管轄する消防署として 大淀消防署が北消防署から分離設置されたが、翌1945年に、戦災で被災して再び北消防署に統合されている。1977年2月1日、住居表示実施から1989年後、区、直前まで、江戸時代までは、大阪市街地の北西側に位置する農村地帯で、摂津国西成郡に属し、いくつかの村に分かれていた。 1889年4月1日の町村政志向に伴い、後の大淀区の区域には、西成郡、豊崎村、中津村、佐欺村の3村が成立した。1925年4月1日に実施された大阪市第二次市域拡張において、西成郡の全町村が大阪市に編入された。豊崎町、中津町の区域は東淀川区、 詐欺市町の地域は西淀川区となった。当時の東淀川区役所は旧豊崎町役場に設置された。1943年4月1日には大阪市の22区への分増区及び行政区の境界見直しが実施された。その際に東淀川区のうち新淀川南岸の地域と西淀川区、浦江地区、大人地区、北区の一部、 この花区城福島の一部の区域をもって、大淀毒が成立した。大淀毒役所は、旧東淀川区役所庁舎を転用して設置された。分区の際、淀川北岸の地域が引き続き救命の東淀川区を名乗ることが先に決まっていたため、淀川南岸にあたる、この地域では、新しい区名を選定する必要があった。地域からは、と崎区、 長らく、中津区などの案が出された。しかしいずれの案も、区内の一つの地域の名称に過ぎないとして、他の地域からの反対にあい、新区名の議論は、平行線をたどっていた。中津に地盤を持っていた、市会議員が、当時淀川に近接している地域から選出されていた、市会議員のグループの名称が、大淀会だったことにヒントを得て、大淀区はどうかと、町内連合会に提案した。 連合会役員らは、大の字が入っているのが良いなどとして、提案を指示、承認し、区名が、大よどくと決定した。大阪市編入前後から第二次世界大戦前は、人口密集地帯となっていたが、大阪大空襲で甚大な被害を受けて、区内の人口は減少した。戦後は梅田に連なるオフィス街として発展したことも、あって、人口の減少傾向があり。 1970年代に大阪市の行政区の再編構想の中で北区との合区構想が打ち出されていたが、1970年代の合区構想は撤回され実現しなかった。その後、1989年2月13日に旧北区との合区により本区が廃止されることになった。 1989年号区直前の時点で、現存していたもの1988年までに、廃止されたもの1989年号区直前の時点で、大与毒内に存在していた、教育施設関西大学展六学者大与毒の区域にあったが、1988年までに廃校や校外移転などを行った。 教育施設1989年号区直前の時点で現存していたもの。ありがとうございます。